金丸スイフトカド組のデルタ返上により第11代 GHC ジュニアタッグ王者を決めるトーナメントがいよいよ始まります。 2.6 FIFA 有明トーナメントの1回戦、時間無制限の一本勝負、丸藤直道、青木敦志組対金丸義信、平柳玄馬組です。共にジュニアのシングルの現役のチャンピオンがそれぞれのチームリーダーとなります。青木敦志を従えて今ゆっくりと第59代の IWGP ジュニアヘビー級チャンピオンの丸藤直道です。果たしてこの新生タッグが一気にベルトドになるでしょうか。丸藤青木組です。ベルト返上を余儀なくされました金丸義信、その金丸が選んだパートナーは悪道平柳玄馬です。果たして金丸は今一度ジュニアの2冠となるでしょうか。そのパートナー鍵を握るのは平柳玄馬です。第3試合 GHC ジュニアタッグオフが決定トーナメント、あーっと仕掛けました。まずは丸藤青木組が仕掛けて金丸平柳組の場外に落としました。まだ今ゴングが鳴ったところです。さて丸藤青木組が平柳に集中攻撃、一気に2人がかり、金丸をリングの中に入れません。さあ青コーナーを背にして今その平柳の両耳を捉えた丸藤の道です。完全にゴングが鳴る前から分断リングの中では完全に平柳をトラウスキック、そしてこのローリングスピンキック、さらにトラウスキックを入れました。荒れた試合展開になりましたトーナメントの1回戦、早速カバー、金丸カット間に合いました。さて放送席にはその金丸のパートナーとしてベルトを持っていました鈴木小太郎選手にお越しいただいておりますが、はい、小太郎選手、はい、いきなりゴンが鳴る前からの、しかも丸藤組が仕掛けるという珍しい展開でしたね。どっちかって言ったらね、はい、金丸さんと現場がやらなきゃいけないことが先にやられましたよね。はい、まあ、あの小太郎選手にとってはベルトを返上しなくてはいけない、非常に悔しい思いで今日この場にいらっしゃると思うんですが、当然金丸組に対する期待が高いという見方でよろしいですか。まあ、このトーナメントは俺のせいですからね、まあ、そういうのもあるんでちゃんと、まあ、パートナーは現場ですけどね、はい、取り戻してほしいですね。あ、今その小太郎選手の目の前に平柳現場行け、今これ見よがしに丸藤が鈴木小太郎選手の前に、あっと今ペットボトルの水でその平柳に額を打ち付けました。その後ろから青木も来ています。完全にこの平柳現場狙いということになりましたが、まだまだこの平柳をいたぶるという構図は変わりありません。小太郎さん、やはりこの平柳が鍵を握ると見ていいですね。まあ、当然狙われるのは多分自分でも分かっているはずなんで、まあ、対策は立ててないとダメですよね。そうですか、はい、今リングの中に強引に戻しました。ただそのあたり小太郎さん、はい、丸藤組が先に仕掛けたというそのあたりの意欲というのはやはり強いものは感じそうですね。そうですね、まあ、まさか仕掛けてくるとは思ってないと思うんですよね、金丸さんも現場も、はい、裏を突かれた感じですよね。そうですね、先日のディスオベイセムの第1試合の20分一本勝負で金丸対丸藤という、まあ、6年7ヶ月ぶりの非常に豪華なシングルマッチが組まれたんですが、はい、小太郎さん、あの時には平柳がまあ、ちょっかいを出しまして、ね、結果的には反則決着になったわけなんですが、丸藤は相当怒ってましたね。そりゃそうでしょうね、まあ、久しぶりのシングルだし、ね、潰されたっていうのは、まあ、腹立つことですけど、まあ、現場にしてはね、はい、してやったりですよね、まあ、その存在意義を見出したというところでしょうかね。自分の悪名を上げるにはね、ちょうどいい舞台だったなと思いますけどね。まあ、その怒りは頂点に達しまして、試合後にはもうこのトーナメントを見据えて狙うは平柳一点集中というあたりはもうこの丸藤青木組は固く誓っていたようですが、カバーに入ります。ただ小太郎さん、こうやって完全に分断されますと、はい、金丸がリングの中に入れない展開は厳しいですね。そうですね、これは長く続くとちょっと厳しいですよね。はい、インサイドワークと言いましょうか、ずる賢い攻撃はこの平柳は得意なんですが、さすがにこの GHC ジュニアシングルのチャンピオンの金丸と分断されてしまいますと非常に厳しいものがあります。1回戦はこの金丸平柳組対丸藤青木組、それから石森丸瓶組対ボビーフィッシュエディエドワーズ組、勝ったチーム同士が決勝で2月18日大阪大会でベルトをかけての決勝戦と
ということになります。勝ったチームが第11代のジュニアタッグチャンピオンとなりますが、さあ丸藤がおっとさらに鉄柵の向こうに出ました。助走距離をさらに伸ばしました。下から蹴り上げます。まあ、当然小太郎選手としてはこの金丸、そして平柳がいかに踏ん張れるかというところにまあ期待しなければいけないところでしょうか。そうですね、ちょっとやられすぎ、ちょっと返しがないとダメですよね。鈴木小太郎選手は左の膝を痛めた影響もありまして、この金丸鈴木小太郎組としてはベルトを返上という結果になり、今回のトーナメント開催という運びになりました。小太郎選手、今その膝の状態というのはどうなんですか。そうですね、まだ手術前なんですけど、はい、状態はかなりいい状態で持ってきてますよね。手術するとまた曲がらなくなるんで、はい、そこからリハビリなんでね、なるほど、結構時間がかかるのかなと思いますけど、あこの辺りその小太郎選手がいない中でのジュニア戦線が、まあ、2010年は始まったばかりですけれども、はい、小太郎選手もうかうかできませんからね。そうですね、試合したいですよね。もうその辺りは放送席でうずうずというのは十分伝わってまいりますが、あさあ今日は何と言いましても金丸そして丸藤、GHC それから IWGP というその2本のメジャータイトルを持つ現役チャンピオン同士が反対側のコーナーでのタッグ対決となっています。そんな中で一つ鍵を握るのは平柳玄馬と言ってもいいかもしれません。今懸命に足を伸ばしますが青木が払いのけます。先日の、まあ、去年の武道館大会で丸藤の復帰戦、そしてこの青木の10番勝負の一環でこの両者がシングル対決して、はい、この2人が正式にタッグを組むようになりましたが、そうですね、小太郎選手の目にはこの丸藤、はい、青木組というのはどういうチームという印象として映ってますか。そうですね、その丸さんは怪我する前で、ね、これに伊藤を加えてやっていこうっていう、ね、はい、3人だったんで、ええ、ここは、うん、組むべきして組んだチームかなと思うんですけどね。なるほど、はい、おっと金丸にも仕掛けました。完全に分断、さらに後ろから後頭部にも膝をぶち当てました。カバーに行った青木、ガッチリカバー、2カウントでなんとか逃れました。あ今石森丸瓶組もこのリファ有明の会場片隅からその行方を見つめます。石森丸瓶組はボビーフィッシュエディエドワーズ組と2月14日前橋大会次期ツアーの開幕戦の舞台で このトーナメントの1回戦を戦います。まあ、なんと言いましてもこのジュニアタックと言いますと丸藤が健太と組みまして初代チャンピオンとして9度防衛、およそ2年間ベルトを持っていたという非常に長期戦型を作った時代もありました。おっとツバを読めた、完全にこの平柳の動きを見ていました。得意技なんですけどね、ツバ、あそこで流れをつかむところだったんでしょうが、さすがによく見てますよね。そうですね、うわ顔面